いやーし、いやーしゃし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 やしゃし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 ゃし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 ゃつかもとまぐろひこでございますよー。リスナーのあなたどうもご元気でしたかえ、先週の放送では、え、わたくしがね、所属しております社会人クラブがですね、え、東海大会の方へ出場できましたと、え、そしてちょっと頑張ってくるから、お楽しみに結果をちょっとお楽しみにしておいてくださいよというふうに言わさせていただきました。 第58回は、まずは、それがね、どんな感じで終焉を迎えたかと、そのような話から始めますよ。まずですね、初日が、私たちは、三重県ですね、三重県の2位のチームと試合をしました。私たちは、それが初戦でしたけれども、その三重県の2位のチームは、初戦で岐阜県の3位のチームと1回試合をして、それに勝って からて私たちにとっては、どれだけね、そのチームが消耗してから私たちをしてくれるかと、そのような、私はいやらしい考えでしたけれども、私自身はですね、そのチームは、その三重県の2位のチームはですね、個人的にも練習に参加させていただいたりですとか、もう皆さんね、 顔見知りと言いいまますか、えー、そのようなチームでございました結果はですね、私たち、えー、1回戦、えー、勝つことができまして、もうその、ね、三重県のチームも非常に素晴らしい、えー、チームでございます、えー。私もね、お世話になっているチームでございますから、えー、そのチームに何度か勝つことができまして、もうね、先週も言いましたけれども、岐阜県の1位のチームが、えー、この間全国優勝しましたから、えー、この東海エリアの、えー、全国出場の枠が増えます ましてもうねベスト4に入ったらということで私たちは1回勝てばクラブチームの全国大会に出場ができるということで私たちは3月にあります佐賀県でね九州の佐賀県であります全国大会に出場が決定しましたシェイいェ,ェイイシイ ということで、2日目に進んでいくわけでございます。2日目は準決勝を勝てば、決勝に行けると。え、選手も言いましたが、え、この東海エリアには全国優勝、そして B リーグ入りも視野に入れていると。え、そのようなスープスという岐阜のチームがございます。それに、え、まあ、決勝で頑張って当たりたいと。 え、レベルの違いはあれど、え、なんとか食らいついていきたいと。そこが目標でございました。え、そして、準決勝は、静岡県の1位の、浜小クラブというチームでございました。えー、試合はですね、もう、ボッコボコにされました。いや、強かったー浜小クラブが強いいやもうね、もう、1クォーターで、ちょっともう、バタバタとしまして、えー、度かね、え、ドライブとか、パスしましたけれどもね、その、何プレイかで、あ、ちょっと、強いです。ちょっと <laughs> 勘弁、勘弁してくださいよというような形でございまして、もうミドルとかスリーも。 むちゃくちゃ精度が高くて、ディフェンスもね、もうかなりしっかりとできるチームでございまして、ちょっとね、えー、レベルの違いを体感いたしました。それで準決勝を負けまして、えー、3位決定戦に移るわけでございます。3位決定戦は、えー、三重県の1位の O5-2 というチームでございます、えー。そこにはですね、もう非常に接戦をさせていただきましたけれども、負けました !2 連敗でございます。2日目2連 先輩でございました非常に、えー、精神面体力面非常にボロボロにされてしまいましたしかし全国大会の出場は決めておりやすしかし東海エリアの4位で通過することになりますから、まあ、全国大会は非常に厳しい戦いを強いられると思いますけれども1回戦2回戦なんとか1つでも多く勝てるように頑張りたいと思います、えー、佐賀県からの放送もお楽しみにしてください そして、一週間が経ちまして、私、塚本マグロ彦コ、どこにいるんだと言いますと、大阪府大阪市のとある小さなマンションの一室におります。おい、塚本マグロ彦、お前はそんなところで何をしているんだとえ、テロリストと打ち合わせをしているのかと、薬の何かえ密売をしているのかと、いや、絶対それは違います。私、バスケットしか興味がございません。では何かと。 言われますと、えー、大阪府大阪市でですね、えー、全国実業団の大会がございます、えー、その私それでね撮影の方に参ったわけでございます 今もですね、マグロさんの方からバシバシ実業団の方の動画が上がっているかと思います。見ていただけましたでしょうか早くね、全国ジュニアの方の動画を出せという声をね、いただくことがえぐいぐらいいただいておりますけれども、もうね、えー、あの、強化試合の発信はもう少しで終わりますから、早くね、本当にもうやることがたくさんございます。全国ジュニアをですね、早く出してから、全国実業団の方もどんどん出していきますから、ちょっとね、追いついて、 お楽しみにしてくださいよえそしてこの全国実用団にはあのね発信しておりました強化試合にもありますもちろんえ私が全面的にバックアップさせていただいております愛知県の林達さんですね林達そして星崎アペックスとえいうことで非常にもね私自身もえ先週の情報プレースタイル詳しくなっておりますから非常に楽しみでございますそして近畿エリアの1位の神話建設 えそしてえ、関東の実業団からご紹介しました横川電機さんえ。横川電機ももうエリート揃いですから、もうキャリアを見ると、もちろん実力も素晴らしいですけれども、キャリアがアンダー16に日本代表に選ばれてたりとか、そんな選手が何人もいます。えもう関東のやっぱりえレベルの高さはものすごい素晴らしい。なので、そのエリート選手、もっとね、すごい選手も実業団のチームたくさんいますから、ちょっとね、 え非常に楽しみでございます。ということで今週も始めてまいります。 ベロン・ウィリアムスのマグロナイド日本今回もですね NBA 選手の背番号とこの放送の回数対応させておりますけれどもトップ画面ですねベロン・ウィリアムスさんが背番号8番でそしてホセ・バリアさんが後ろにちょっとねピントがずれておりますけれども背番号が5番ということでこれ奇跡的に1枚の写真の中に58ということで採用させていただきましたよこの放送はバスケットボールを愛する全ての人を応援するパワーハウス寄付消防設備の整備 メンンテナンスで安心をつくる青木防災株式会社以上各社の協賛で大阪府大阪市にあります小さなマンションの一室をキーステーションに YouTube から全世界に向けて発信しております。 テティママスティー塚本グロです全国実業団の撮影のために大阪府の大阪市に来ております。現在は2月の9日の金曜日に収録をさせていただいております。そして10、11、土日ですね、土日で月、火と土日またいで月曜日、火曜日と全国実業団がありますから、実業団チームはその会社で働いている人たちで構成されているチームが 地図予断チームということで月曜日も火曜日も勝ち上がりますと選手は試合があるわけでございますなので私も土曜日の前日の金曜日から大阪に入りまして土・日・月・火と宿泊をして水曜日に帰路に着くという風なプランになっております 開催されます体育館と近くに駅があるという素晴らしい立地でございますから、今回は車ではなく電車でここまでたどり着きました。そしてね、その周辺でうまく宿泊施設が取れればなと思いまして、ホテルですとね、少しお値段が張りますから、なんとか民泊でね、Airbnb で 一般の方がですね、宿泊施設を貸し出しているというシステムでございます。Airb&B n でなんとか探しましたところ、やはり大阪ですから。しかもですね、近くにユニバーサルスタジオジ、スタジオジャパンとかがありますから、結構ね、大阪は充実をしておりました。なので、いい感じの宿泊のところがね、一人分取ることができました。今回はですね、恒例となっております、宿泊しておりますところの 映像をですね。ラジオ番組ですけれども、映像もお届けします。これがですね、お値段の方を発表しますよ。そのことを頭に入れながら見てみてくださいね。これが5泊します。えー、5泊で、えー、1泊の料金が2200円でございます。格安でございますで、ね、これホテルと考えましても、これは素晴らしいお値段。しかし、これだけではございません。お値段が、えー、清掃料金が5000円入っております。そしてこの、AI B&B の使わせてもらってますからサービス料金が2118円ということで合計が18118円となっております。これが5泊6日ですから割り算しますと6323.6円となっております。安いですね。素晴らしいコスパでございます。これホテルだとこんなお値段は考えられません。これお値段は安いですけれどもこれ気になる あなた気になるのがこれ内装でしょうこれ外観もそうですけど内装がやっぱりねこれお値段そうなんじゃないかなとそう思いでしょうえちょっとねこれからは映像になりますから画面の方をご覧くださいよしっかり撮りましたからどうぞご覧くださいさてさてこれが大阪府大阪市の港区のとある交差誰が通った誰か通りましたよ喫茶順そしてこの通りを 歩いていきます。ズンズンと進んでいきます。私が宿泊をしている、そして一般の方が貸し出しをしているアパート、まあマンションですかね。これはマンションになります。チャリンコが置いてあって、この建物に止まっております。チャリンコ、ここに置きますか新聞の人かなアッシュコート、ゆ、ゆなんちゃら。自販機があって。 エレベーターでね、私が借りさせてもらったのは5階になりますから、エレベーターにまず乗らせていただきます。5階を押して、まあ、そんなに綺麗、えー、な感じではございません。まず、そんなに綺麗な印象は受けませんでしたけれども、あの、神戸に行った時よりは、えー、外観はマシでございました。過去のやつも見てみてください。この鍵の部分の、 錆び方。そして入ります。部屋に入りました。それでは、これが、もう本当にワンルーム。折れ方がすごい折れとる。出迎え方が。まあね、結構、海外の人も使いますから、そこにトイレットペーパー吊るす結構ね、海外の人も使う向けの、一回ね、一回私が入って出てからもう一回撮影しております。一回こっちに行ってみましょう。 ノーティ c えー、っと、ユニットバスというやつですね。もう、ビジネスホテルみたいな、狭いところでございます。まあ、本当にね、あったかいお湯が出れば、バンバンイと切ったね。上のところの、上のところのカビの生え方。カビの生え方気にならんのかなあんなもう、カビキラーとか、シュッシュってすればすぐね、あんなん取れますからね。そして、まあね、 一人暮らし用の手が映りましたけどいいんですかこの氷のつき方。氷こんなにつくその凍らすところに。すごい。東北ぐらいの積もり方してましたけど。雪で、雪で大変ですからね。東北地方の方は。すごい何かが詰まっている。ここに何か布製のものが思いっきり詰められている。 まあまあまあ、キッチンもありますから、もう本当に一人暮らしのアパートに私が来ているというような状況です。なので、民泊の場合はね、こういうキッチンとか、こういうね、フライパンとかもお皿とか、まあある程度が揃えられているのがほとんどでございます。なので、なんかこのキャラクターが押してますね。このキャラクター押しで、こういうコップとかも、あ、このね、お湯沸かすやつと電子レンジ、これはなんだ なんだこの高さが違う謎の筒状まあこういう電子レンジとかがあってもうベッドがあればねバンバンこれが何かなノーティスあタオル系が5泊しますからね5ざ雑やなまたこのまたこれ押しかよベローって書いてあるこれ押すなこのキャラクター押すなこれもここもこれもこれ何これこのメガネのやつ いや、これ、着やんやろこれ、男、ゴリゴリの成人男性、これ、着やんやろやばいやろこれ着て外出たら。部屋着てもやばいやろこの壁紙。まあまあ、壁紙は嫌いじゃないです。この、上のいや、それ、興味ある将来なの、あまり。汚。上のとこ汚。なで、まあまあ、これもね、このキャラクターに合わせた配色と。アッセンブル l ミニオンん なんだこれタオルこれぬいぐるみがまずお出迎えするこれをどうしろというんだこのぬいぐるみをそして床の剥がれ方な汚い床がもうこの椅子でボッコボコになってるこれ縁かな床ボッコボコになってるけどこのキャラクターがすごい黄色のもうこれねあの近くにユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあるということで もうこれも、ここもかわいいかな結構。ユニバーサルがあるという兼ね合いであれをしてるのかなあの、海外の人向けに。マあ、エアビーは結構外国人にやってますからね。商売を。これ Wi-Fi が、ポケット Wi-Fi で非常に遅いです。そしてエアコンが白熊くんと日立さんということで、外の眺めを見てみましょう。 お、どまん前に何かがあって。あ、洗濯機も一応あると。洗濯も一応できますよ。ということで、この辺でカーテンを閉めて、リスナーのあなたともお別れになります。かわいい部屋ですね。私一人で泊まりますよ。えまたね、来週も楽しみにしてください。それではまた来週。